なおチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルのなおです。皆様ね、12月27日のサスケいかがだったでしょうか。というかもう12月27日のサスケ見ましたか。もうね、すごかったよ。もうさすが40回記念大会でございました。なので、ね、今回ですね、サスケ第40回記念大会についてお話ししていきます。サスケってね、1997年から放送されてもう25年目、そして第40回記念大会になりました。第40回まで続くなんてもう子供の頃から見てもうめちゃめちゃ嬉しく思います。今からね、早速サスケ第40回記念大会をご覧になってね、まあ感想だったりね、お話をねしていきたいと思います。ではそれはね、早速行ってみましょう。レッツゴー。ではね、早速お話していきたいと思います。今回の40回記念大会もマジですごかった。なんせ、21年ぶりにね、ケイン・コスギさんがね、やっぱり緑山にね、帰ってきましたから、その時点でもやっぱ湧くよね。しかも復活組はね、池谷直樹さんだったり、橋本浩二さんとかも、いろんな復活選手いました。あとはね、モンキッキー、大森明さんもね、いました。そしてね、サスケオールスターズも4人集結して、秋山さんと長野さんもね、帰ってきましたよ。今回ね、ファーストはね、ケインさん21年ぶりの出場で21年ぶりにクリアした。そして川口さん5年ぶりにクリアした。そして八王子健吾さんもね8年ぶりにクリアしたという、もう久しぶりのクリアを見れてもう泣きましたよ。ケインさんに関しては21年ぶりですよ。しかもサスケの系といろいろ変わってきているのにもかかわらずもクリアしちゃうんですよ。やっぱかっこいいよね。そしてね、八王子健吾さんと川口さんはね久しぶりにクリア。そしてね、クリアした後の男泣き、もう泣けましたよ。もうそこからもうサスケ神回ですわ。セカンド、サードやった後、そしてファイナルですよ。ファイナルステージの瞬間が見れました。スピードクライミング。あれはやばかったね。あれもあんなスピードで登れちゃうんだって思いました。スピードクライミングからサーモンラダーから綱登りで45秒くらい。いや、もうこれはすごいエリアになりましたよ。スピードクライミングはもう本当にクライミングとかなんかボルダリングの力が必要になってきたなと思いました。山本義之さんと片田拓也さんと森本裕介さんの3名がファイナルステージに進出しました。森本裕介さんむちゃくちゃ惜しかった。もうあと1秒あったら、下手したらもう完全制覇できてたかも。スピードクライミングってやっぱり腕力もいるからやっぱり手が疲れると思うんですよね。しかもクライミング、サーモンラダー、綱登り、やっぱ3つ連チャンで続けていくわけですから、かなり乳酸が襲ったんじゃないかなと思います。40回のサスケね、神回ということで、次回の41回ね、めちゃめちゃ楽しみにしてます。今回40回記念大会で久々にサスケに帰ってきた選手もいました。そこで、ね、気になったことはですね、次回の41回も出るのか出ないのかっていうのはちょっとわからないことですね。でもケインさんまた次回来たらもうすごい嬉しい。ケインさんのサードステージめちゃくちゃ見たい。そしてね、次回の41回大会私もね出られるように頑張りたいと思います。なので YouTube のチャンネル登録者数1万人をね目指しております。そしてね、TikTok 5000人をね目指しております。インスタ、YouTube、TikTok、 この3つの SNS 頑張ってまいりたいと思います。今回の40回もむちゃくちゃ神回でむっちゃ感動しました。何年後かの50回記念体験めちゃめちゃ楽しみです。50回記念体験だったらもうどうなってるんだろうね。でもここで話すのあれだから、50回記念大会自分なりのね予想とかね、ちょっと4月とか5月にね話したいと思いますので、皆さんね楽しみにしておいてください。ということで、今回ですねサスケ第40回記念大会をご覧になってお話しました。最後までご覧になっていきありがとうございます。以上、なおチャンネルのなおでした。またいつかお会いしましょう。 See you。 まだ見てない方はサスケ録画してみてね。あ、録画はできないけど、多分ネットとかパラリピとかで見れるかもしれない。そして、サスケ第40回記念大会、何度も見れるよ。何度見ても面白い。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォロー、よろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。See you!